ちょっと半信半疑ですけど、はい、はい、いいですか、はい、あこれね、見てもらってる人わかるかな、あとプログローブとかスパイクとかはこうじゃなきゃ嫌だとか細かいこだわりがあります。そうですね、あの練習ではグローブに関しては結構消耗するので、はい、革じゃなくて、はい、どっちかというと合皮だったり、はい、布系のグローブを使うんですけど、はい、ラウンドではやっぱりよりちょっとフィーリングが手に感覚として伝わりやすい、うん、あの天然の、それはやっぱり素手で持ってるぐらいぴったりしてる方が、はい、できれば私はそういう感覚がいいかなと思っていて、はい、そしてなんかこう柔らかいじゃないですか、はい、だからよりこう、まあ、皮膚に近いというか肌に近いっていう感覚が、うん、あの天然の革の方があるのかなと思ってるので、自分もね、はい、すごい詳しくないからここで話していいのか分かんないんですけど、グローブでもスライスしないとか、いやでもあると思います。ありますよね、やっぱりグリッププレッシャーにつながってくるじゃないですか、グローブが変わるってことは、はい、うん、柔らかく握るのかちょっとしっかりめに握るのかって人によってちょっと違うと思うんですけど、はい、グローブって例えばある程度当然握った時の、極端に言ったらグリップの持った雰囲気も変わるじゃないですか。そうですね、同じグローブを使ってた方がいいですか。できればそれが理想的だと思いますね。グリップ力が極端にすごく引っかかるものと、はい、ちょっと引っかかりづらいものとって違ったら、おっしゃるように練習で捕まったものがいきなり捕まらなくなったりっていう可能性は大いにあると思うので、はい、先ほどプロがほらグリップも大事だよって話されて、はい、グリップってもうある意味じゃあどういうのがいいのって言った時に好みですしかないんですよ。ただ好みの中で傾向が一つあって、よく雑誌とかだと細いと捕まりますかとか、太いと左を警戒できますか、はい、とか言ってほしがるんですけどあの僕は固くなにそこは言わないんですけどね、傾向だけでお話をすると、同じ重さでも細いグリップは細く感じる、グリップはヘッドを重く感じやすいです。で逆に太いグリップはヘッドを軽く感じやすいです。柔らかくってちょっとまあ潰れる感じのグリップっていうのは、極端に言うとグリッププレッシャーが少なくても持てる反面、切り返した時とかに負荷をかけた時にちょっと潰れる感じがしちゃったり、で硬いものはその逆ですよね、はい、だから自分にとって何がフィーリングがいいかっていうのは、そこも自分も探してほしいなと思うんですけどね。掘り下げていくとね、本当に持ってるこのグリップからすごく慎重に選んだ方がいいってことですね。ですね、極端に言ったらグリップ変えただけでシャフトが硬く感じたり柔らかく感じたりあると思います。ありますか、はい、あの太い細いも、はい、例えば女性だから細い方がいいかっていうと、当然アイアンのヘッド、まあ、ドライバーもそうなんですけど、当たって真ん中に当たらなければこうねじれるじゃないですか、極端に言ったらこう当たった時でもグリップギュッて持ててねじれなかったら曲がんないじゃないですか、はい、で少ない力でねじらないように頑張って持とうと思ったら、当然太いグリップの方が少ない力で持ちこたえられるので、例えばだから女性だから細いっていうのも意外とこう一定ではないんですよね。だから意外とその辺も含めて試す価値っていうのは、プロみたいにじゃあドライバーこうしたい、アイアンはこうしたいって目的持って選んであげるみたいに探してあげるといいと思いますよね。そうですよね、うん、スパイクはどうですか。スパイクはゴルフクラブと同じくらいキーを使ってますね、はい、あさすがって言いますのは、まず歩くじゃないですか、はい、だからこの歩くという点でやっぱり疲労をいかにあの溜めないようにするか、疲労をいかに軽減するかっていう意味では、自分の足に合った靴の形、インソールというのはすごく大事だと思っているのと、ゴルフスイングに関しても下半身の支えが大事、そういうお話をしているので、やっぱりより力を溜めて逃がさない、効率よくスイングができるためにはもうインソールと、まあその靴の形すごく気にしてますね。好みっていうのは、はい、そうそう、意外とじゃあがっつりホールドする方が決してそうではなくて、ホールドっていうのは多少まあスパイクっていうか凹凸があれば、はい、あの引っかかってくれるのかなって思っているので、うん、じゃあ別にスパイクレスでも全然問題ない、はい、あのゴルフをどう捉えるかなんですけど、スポーツ用のシューズとして1日に6時間も7時間も履き続けて、うん、でなおかついろんな傾斜だったりいろんな場所を歩くじゃないですか、はい、だからすごく大事に選んでほしいんですっていう話はやっぱどのメーカーさんからも聞くんですよ。
そこをすごく大事にされる方って意外と少なかったりして。そうですよね。あの練習場とかでも、はい、練習場だからちょっと適当でいいやって思って靴履いてくる方っていらっしゃるんですけど、はい、練習場ってでまた下がマットなの で、硬いですよね。高さが変わるじゃないですか。だからあれ気をつけた方がいいですよね。結構スパイクしっかりしたやつだとちょっといつもより浮いた感じになったりしますよね。あの時々バランスを矯正するような下が丸くなってるようなシューズも履いてきたりする方っているんですけど、それを練習として捉えるならいいんですけど、バランスを取るためよね。ちゃんとしたスイングになろうって思うとやっぱりちゃんと足に力入っていかないので、そこはやっぱり練習場からある程度靴選びっていうのも大事にしてほしいなと思いますね。ですよね。そうやって考えたらゴルフってトータルで面白いですよね。いや本当おっしゃる通りですね。なんかこうアクセサリーとかも好きなものを身につけられるし、はい、小物とかもいろいろあるじゃないですか、はい、すっごく派手な、こんな派手な格好でなかなか行けないですからね。そうですね。あの普通の街を歩いてたら浮いてしまうような。いやでもゴルフ場だとなんかかっこいいな、綺麗だなってなりますよね。思いますもんね、はい。プロ、自分さっきから気になったんですけど、はい、プロそれ手首何つけてるの？あ、これですか、はい、これは正直自分もつけてて何の効果があるのかはよく分かんなかったりするんですけど頼れるものには頼っちゃうみたいな感じで、あのいろいろそういう系ってあるじゃないですか。はい、はい、例えばそのバランス整えるとか。そうですね。力が多く出るとか、はい、でもやっぱり実際効果はあるからみんなやってるんですよね。でもなんかつけてるとなんかそれだけで気持ち的にもなんか効果があるって思ってるだけでも違うのかなと思ってしまうんで、意外とこういうのは昔からつけてますね。実はね、自分もこれつけてるんですよ、はいはい、それは自分は足首につけてるんですけど、はい、これね、それを初めて拝見します。これコアフォースって自分は毎年1年に1回シダパイをやってるんですね、自分のお店が入っている練習場で、はいはい、でそこで出店してもらった時に試させてもらったら、はい、びっくりして、え、こんなに違うのって、これはいいだろうと思って、自分がやられたことちょっとやってみます、はい、やってみたいです。これね、コアフォースの人じゃないんで、はい、やって覚えてるの1個しかないんで、はい、両手広げてください。こんな感じで、はい、で片足上げてもらっていいですか。はい、で押しますからね、はい、倒れないように頑張って、倒れないように、はい、頑張ります。気合入れてください、はい、いきますよ。はい、当たり前です、ね、まあまあまあそうなりますよね。もう一回いきます、はい、結構頑張ってるつもりです。頑張ってますか。はい、こんぐらいです。はい、でですね、はい、これちょっと、いや本当ですか、それちょっと、え、こっちでいいんですか、はい、これ巻きやすいんで、はい、もう巻いて、で同じです。ちょっと半信半疑ですけど、はいはい、いいですか、はい、これね、見てもらってる人分かるかな。いやでも僕今押してもらう前にこうやって立っただけでバランス感覚がもう変わりました。自分の感じで言うと、はい、これやられた時に腰の座りが全然違ったんですよ、はい、これこれ見てもらってる人、いや、そうですね、うめえな演技って思われちゃうのかな。動画だとちょっと伝わらないかもしれないですけど、もう一回いいです。こうやって立った時に、はい、僕今結構ギリギリなんですよ、こうぐらつきながら立ってるのが、はい、こうぐらつかなかったです、さっきは。体に近くに入れてるだけでもいいらしい、はい、普通に触ってなくてもいいってことなんですか、はい、そんな、はい、もうここで違うんですよね、はいはい、こういうこれを試されて、はい、で、はい、話を聞いたら、はい、中島常幸プロが自分のイベントの時と一緒のようにやってた時に話を聞きに来て、はい、なんだそれって言って持って練習に行って、はい、帰りに見つかって帰ったとかって話を聞いていや今ちょっとやられてびっくりしました。まあ、実際にね、自分はこれでスイングが画期的に何か変わるのか、はい、飛ぶようになるとかは僕は言えないんですけど、ただバランスが良くなって、はい、実際に思ったように動けたら、はい、まあ、ゴルフに悪いことはないじゃないですか、はい、磁石でつけやすくしているのはただ単にそのつけやすくするためだけで、はい、黒いここの部分に秘密があるらしいです、はい、秘密があるらしい、はい、どんな秘密があるんですかそれは。なんかね、それは、はい、今度僕も勉強してきますからいやでも変わったのは間違いなかったので、はい、そのどんな秘密があるのかちょっと気になりますけどね、はい、これつけて打ってみたりしてみ、はい、あ、ちょっとやってみたいです。ですよね、変わるのかどうか、はい、はい、ここです。結構練習ってされるんですか。最近
頑張ってますね。週1、2回くらいと、まあ、レッスンをしてる時間が長いので。あ、はい、体のケアとかされます？体のケアはまあ、マッサージに行ったりとか、自分でストレッチとか筋トレとかやっぱりよくやってますね。オルグの場合、腰、首、手首はね、そうですね動き自体はやっぱりバランスがいいとは言えない動きじゃないですか、はい、片っぽの方ばっかりこうエネルギーを出していくので、はい、すごくケアはしてますね、はい、まず、はい、普通の状態で、まあ、いつも通りってことですよね、はい、からね。簡単に打つな。いや、そんなことないですそんなことないです。もう一球だけ打ちましょう、はい、こんな感じで、はい、じゃあちょっと早速、はい、お願いします。よし、じゃあこれで、こんな感じで、はい、まあ、やっただけだともちろんね、まだ分かんないですけどこれで急に変わったらびっくりした。どうなんですかね。まあ、自分がもともとフィニッシュがふらついてれば、ね、はい、違いが分かるのかもしれないですけど、もともとバランスよく振れてますからね。そうなんですよ、自分で言うのもなんですけど、あのあのラウンドに行った時には、はい、打ち終わった後にこう力んでバランス崩す時があるので、はい、こう今練習場だと今の一挙正直ちょっとあんまり分かんなかったですね。こう立った時に、はい、なんかこうハマりやすい感覚は、はい、もしかしたらあるのかもしれないです。こうアドレス入って、はい、自分のこう体の関節とかが上げられるいい状態に収まるのがスッて決まりやすい気はしますね。ここで今のはすごくパッて止まれた感じはします。だからこのおかげなのか自分のスイングのおかげなのかっていうか体のケアになるっていうか、うん、それはすごくよくって、はい、傾斜に行った時とか、うん、そういう時にきっといいんだろうなって思って使ってるんですけど、はい、まあ、あんまりこうボテボテするの嫌なので、足首とかだったら本当何も邪魔にならないからつけてるんですけど、うん、そういう意味くらいですね自分はね、うん、いやでもこれちょっと一回つけちゃったらもうずっとつけないと不安になっちゃいますね。これやったら、はい、あれってだから本当にここの座りが違うんですよね。でもそれはさっきのバランスのテストはすごく感じました、はい、それは立った瞬間に片足を上げた瞬間に、うん、こうグラグラしないっていうのはすごく感じましたね、うん、結構いろんなスポーツ選手使ってるんで、はいはい、もし興味ある方いたらね、はい、いや僕興味あるんでちょっとこのまま持って帰ってもいいですか、ね、詳しく聞いてくださいわかりましたわかりました、はい、ということで本日は貴重なお話をいただけて本当にありがとうございました。自分自身すごく勉強になりました。本当ですか、はい、でもスイングとクラブって結構両輪的なとこあるじゃないですか、はい、だから一緒に楽しんでほしいですよね。そうですね、だからクラブだけじゃなくて、はい、まあ、ウェア、シューズ、まあ、こういうアクセサリーも含めて、うん、まあ、これは今日ちょっといいお話がいただけたら、ね、返してくんないんですよこれまだちょっとこの後交渉しようかなと思っておりますんでちょっとくださいっていうふうに、はい、ということで、今日はスペシャルゲスト金本さんに出ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ機会ありましたらよろしくお願いします。はい、呼んでください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。